15節から18節まで교독을하도록하겠습니다彼らは食事を済ませた時、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの子たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存じます。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロがイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存じます。イエスは彼らに言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたのに、心を痛めてイエスに言った。主よ、私が一切のことをご存じます。あなたは私があなたのあなたを愛することは知っておいでになります。イエスは彼に言われた。彼、私の羊を飼いなさい。まことにまことにあなたに告げます、あなたは若かった時には自分の帯を締めて自分の歩きたいところに歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。アーメン。皆様平安に。あなたは世界を生かす宣教師です。荒れ果てた哀れ果てたその地を譲ります。相変わらず愛で私たちを守ってくださる神様のその愛を確認する時間になるように祈ります。先週は伝道の集会とともにヨーロッパの集会がありました。レムラントの地間表というタイトルで御言葉が伝えられました。特にヨーロッパには53の国がありますけど、そこに宣教師たちが働いている国は12国で、15教会で働いておられます。とても重要なメッセージが宣されましたけど、10年の間に本当に勝利するビザの絶対櫓を立てて、動く絶対櫓を立てなさい、作りなさいと言いました。聖書でイスラエルの民が災いに遭うと、レムラントたちが起きました。聖書にはイスラエルの滅亡の働き、歴史を書いていますけど、その滅亡の時こと起きられたのはレムラントの7人です。彼らが握ったのは何でしょうか？崩れないミザの絶対櫓です。その絶対櫓でヨセフはエジプトに行き、それで奴隷の現場でも、その絶対櫓でまた牢にも入ったんです。世界を福音化する答え、それはミザの絶対櫓をまず持ちなさいということです。イエス・キリストが最後40日弟子たちを残って集中したところは何でしょうか？それも同じ答えです。絶対櫓、ミザの絶対櫓、神様の神の国のこと、それをおっしゃっています。それで私たちの中に絶対櫓、私たちが動くすべての現場で絶対櫓を作るのに、パウロは癒しの櫓で、次世代の櫓で、その絶対櫓を作ったんです。ローマを生かしたんです。それを聖書で語られています。この時間、この礼拝が私たちにミザの絶対櫓が作られる祝福の礼拝になれることを祈ります。先週には復活の契約で、また始まりなさいという、改めて始まりなさい、今日は復活以後主が私たちに
まずやったなさったこと、それは契約を握って私たちがその契約を探して味わわなければならないんです。それは復活以後一番初めにやったなさったことは何ですか。あなたが私を愛しますか、あなたが私を愛しますかということです。弟子たちに尋ねて聞いたんです。世の中を生かすため選ばれた弟子たちに尋ねてきて、静かにその弟子たちを癒して改めることをなさいました。私だったら復活したら全ての人たちに、これ見よがし表すと思います。ローマの権力者たちにこれ読みがしかと表すと思いますけど、イエス様はそうしなくて静かに弟子たちに尋ねました。その弟子たちはただの弟子じゃなかったんです。イエス様が苦難を受けるとき、みんなイエスを知らないと否認した人々でした。ペテロまでイエスが苦難を受けるとき否認して呪って誓った、それがペテロでした。そんな弟子たちがイエス様が死んだ後ふるさとに帰って自分の仕事に帰ったんです。今日読まなかったんですけど、聖書に見たら結局弟子たちが自分のふるさとに帰って、3節に見たらシモン・ペテロが私は漁に行く、そうだったらみんなが私も一緒に行くと、でもしかしその世は何も取れなかったと。生きて食べていけなければならないから、自分の仕事に帰って海辺に行って魚を取るため 罠をかけましたけど何も取れなかったと。なぜこんな話をしますか。事実私たちもこう生きています。世界福音化のため、私と皆様を神様が呼んでくださっているのに、事実私たちは現状と問題の中では弟子の姿と一緒な姿で生きています。それで時には不安で心配して落胆して恨んで、またそれがひどくならと憂鬱にうつ病にまたパニック障害で生きようと一生懸命生きようと頑張っていますけど、それあまりできることはなく、まるで信者のような姿で生きている私たち自身の姿を見ます。こんな弟子たちを復活したイエス様は訪ねてきたんです。主はどう彼らを癒したんですか。彼らがマルコの屋上の収益になり、教会の働き歴史を書き、ローマと全世界を生かす誠の弟子に使われるんです。主は本当にそのように私たちに尋ねてくださったんです。そんなことが私たちにも起きられること、働きが起きられることを願います。その祝福を味わうためには私たち2つのことを覚えなければならないです。1つ目です。放棄しないキリストの愛です。それを知らなければならないんです。今日賛美隊が恵みの賛美をしてくださったんですけど、命も権利も消えないそのキリストの愛、そのキリストの愛で私たちを訪ねてくださったんです。
人々は生きながら誰かが私を愛していることを分かったら、その方は寂しくなく、それが力になって、どんな場合にもその愛されるという、それでそれが確認されたら、どんな場合にも諦めず生きられます。21歳の一番の病気の一つで憂鬱、それがうつ病だと言います。でも大部の人々にうつ病が入るその道というか、それが私は一人だという、そんな感情、実際それで憂鬱に落ちてしまいます。誰も私を訪ねてくれない、私は一人 であるという、そんな感情で、でも本当に私を愛するという、そんな人がいればその人に通って力を受けます。本当に絶望の中で諦める、人生を諦めるくらいになった、その場合、本当に神様が静かの中で私を愛する、それを確認できて、私はもう力を得たという、そんな告白した人がいました。その人生を諦めるその場合でも、隣の人々を通って福音を聞いて、その御言葉が自分の中に入って、絶望の中で落胆の中でも、そんな気持ちが消えてしまって、主が本当に私を静かに愛しているという、そんな気持ちが自分の中に満ちて、自分に傷している人々が かわいそうに感じられ、その人のため祈りができたと、そんなに告白した方がおられました。本当に神様は、主は私を静かに私を愛しています。そのぐらい愛の力は大きいです。本当に小さい子どもたちは親の愛でお腹に含んだ時から、その愛のため、その子どものため祈って、本当に御言葉を聞いて、大事は言葉だけじゃなくて、霊的な状態でそれが伝えられるんです。それで親の祈りの声を聞いて育てられた、そんな子は違います。本当に親が私を愛しているとそれを感じた方々は違います。ハナレムの今ハナレムに通っている子供を見たら、本当に一つ一つの行為が変わって、性格も、それが、その子を見て、どんなに親を愛を受けたか、それが感じられると、それただにできることじゃないんです。子供でも親の愛をたっぷり受けたら、その愛が出ます。また問題に会う時にも、その愛が土台になって何とか出ます。それで成長しながら、パートナーに会って、友達に会って、いろんな愛を受けます。それがその人の人生に大きな影響をかけます。でも
創世記3章のアダムの堕落の以降、すべての人々は結局言えない言葉に言えない傷の中で生きています。それは何の意味ですか？誰でも傷があるという意味です。その傷の中で生きていますけど、それで自己中心で自己の考えで自己の欲張りで落ちてしまいます。それが創世記3章に落ちている人々に来ている問題です。それが それで結局人々は傷を上げたり受けたりしながら生きています。それが傷で終わるんじゃなくて、それは霊的な問題になってしまいます。それに霊的な問題に発展するんです。それで神様はそんな私たちを癒すためご自分の息子であるキリストを送ってくださったんです。イザヤ61節、11節に、主である主の魂が私の上にある、主は私に油を注ぎ、まぼしい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者に癒すために私を伝わされた。それは本当に神のご自分の満ち様にまであなた方が満たされますように、私たちのためのご自分の愛を、それでローマ書5章8節に、私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛をあらかにしておられます。そう、ヨハネ1章4節10節、私たちが愛を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。それで主の愛で全ての呪いから解放され、神様の愛を受ける神様の御子になったんです。コロサイ1章13節にも、神は私たちを暗闇の汗から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。それでエペソ1章にもそんなに言います。私たち賛美します。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもて私たちを祝福してくださいましたと言いました。それで성경의 에베소 1장 3절에서 5절에 나오는 것입니다. 그렇습니다. 하나님이 神様が身旨と御心のままに、私たちのイエス・キリストによってご自分の御子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたと。私、時には救われたのにまた不信仰に落ちます。葛藤にも落ちます。サタンに騙されます。その理由は何でしょうか？いろんな環境現実の問題があるでしょう。そんな全てが、私たちが未信者で長く生きたから、その中で不信仰も、それでサタンに騙される、そんな部分があると思います。教会に通っていっても、本当の福音を味わわなくって、宗教生活に長く落ちていたから、それで来る葛藤、不信仰、そんな人に会う時にもそんなところがあるかもしれないんです。でも根本的にはキリストが自分の命まで渡したことさって愛が確認されていないから、そうだと思います。それで不信仰で葛藤に落ちてしまうでしょう。キリストが自分の命まで私たちにくださったこと、
イエス様が復活して失敗した崩れた弟子たちをまたあらかじめ訪ねていった理由が何でしょうか。諦めなく、その私の愛はそんな愛であること、それピリポ1章6節に、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。終わりまで、最後まで諦めないキリストの愛。私たち読まなかったんですけど、今日あのヨハネ中立書6節にイエス様が彼らに言われた、 船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。それで彼らは網を下ろしたすると、おびだしし魚のために網を引き上げることができなかったぐらい。それ本当にたくさんの正しい魚のために網を引き上げることができなかったです。主の絶望の中に主が訪ねてきて、御言葉を与えたのに、それを聞いたら、それもし絶望の中にいる方いらっしゃいますか。でも御言葉の場所は絶対逃さないでください。時に御言葉がよく聞けない時もあります。でもそれが私だけ生きられる道は御言葉の場所に出ることです。だから、ある瞬間御言葉が聞こえ、その御言葉のに通って信仰が回復されるんです。絶望の中にいても、落胆の中にいても、隣のすべての環境が暗かっても、暗くてもそうです。それでその御言葉が聞かれ、本当にキリストの力が働けます。私のうちに、ヨーロッパの、今度ヨーロッパのレムラントの大会に会ったあの夫婦がいました。その方はドイツで信仰生活をしている方なのに、夫婦がとてもエリートで、一人はハーバードで脳科学を専攻した方で、呼吸に対した資料を持ってきて私たちに説明してくださったんです。もう一人は、その妻の方は深刻な霊的な問題の中でパニックの障害まで来られ、それでとても難しさの中で、それで御言葉を握って生き返られたとおっしゃってくださいました。絶望の中で、霊的な問題の中で本当に難しかった時、そのある時御言葉を聞いてから信仰ができたら、どんなことがあったか、脳科学を専攻したその人が、世界的に有名な方なんですけど、妻もそんなに告白したんです。学校に通った時、数学を放棄する時、数学がうまくできなかったと。で、留学した後、自分の子供に教えるため、ちょっと本を見たのに、自分が諦めたその数学が見えられたと言います。その神様の御言葉で力を得て、子供に、自分の子供に育て、自分の子供を育てるため、教えるため、数学をネットで講義を開いたんですけど、その講義がとっても人気があって、この講義を本を出しましょうと、教材、数学の教材が出て、それが中国語まで通訳されて、それで数学の教材でとっても今
人気のある、それで韓国の江南にもその教材を使わせてくださいと、そんなに今あるとね。それで絶望の中にいても御言葉を逃してはいけません。どんなに難しい時でもその御言葉を聞いたら、その御言葉で信仰が回復され、御言葉を聞いたから私たちには信仰が回復されます。だったら神様の働きが自分の現場に表されます。ヨハネ15章7節に、私の言葉が皆様にあると、何でもできる、私の御言葉があなたにおれば何でも望みなさい、その通り求めなさいと言います。御言葉の中におれば、私たちが神様の力が私たちに表されます。それで御言葉を握って主の愛を、最後まで諦めない主の愛を確認しなさい。2番目、そのキリストの愛を分かると、その愛に集中すると、神様から与えられるミッションが出られます。キリストに愛に集中して、集中したら主が与えてくださるミッションが出られます。イエス様が弟子たちに、ペテロにおっしゃったのは、あなたが私を愛しますか？3回も繰り返して質問したんです。この方は誰を意味しますか？なぜこんな質問をなさったんでしょうか？ペテロに。それは他のことじゃなくて、世の中のことを下ろして、キリストの愛の深さ、高さ、広さの中に入りなさいという話です。昔あなたが世の中に頼ったことを全部捨てて、キリストの愛に入りなさいという。私たちキリストの愛を分かるにだけじゃなくて、その広さ、長さ、高さ、深さ、エペソ教会にパウルが言ったのは、エペソ一章には基本的にキリストを分かることをおっしゃっています。3章には18節から16節に見たら、すべての聖徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、認知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の道々様にまであなた方が満たされますようにと、最後まで私たちを待ってくださる主は、その愛は本当に満ちた、その愛で私たちを呼んでいます。そのキリストの呼びの前で私たちが決断して出るとき、出かけるとき、私たちの傷が癒されます。私の隠れた傷が癒されます。それ、キリストの愛を私たちが分かって告白して出かける時、その時私の中の隠れた傷が癒され、ずるいサタンがその傷で私を暗闇のところに引っ張っていったんですけど、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを分かるとき、理解するとき、それで決断するとき、それが暗闇が完全に崩され、私の中にあるスペースがなくなるんです。サタンの絶対な矢倉が崩されるんです。それをパウルはエペソ5章
18章にそれが聖霊の満たしだと言いました。私の中にあるその実際神様の御言葉で神様の櫓が建てて建てたそれが未来に満たされなさいと主がペテロに繰り返してあなたが私を愛するかと聞いたんです。それでペテロに告白されるようにしました。今日の17節に主がご存じます、私が本当に主を愛することを、このここで本当に主があなたが私を愛しますかと聞くとき、私たちがそんなに告白するとき、私があなたを愛することを知っておいでになりますと告白するとき、私が主を愛すると言いながらもそんなに集中できない時があります。それでカリバリの丘で主は何と言いましたか。完了した、すべて成し遂げたと言いました。罪で災いでサタンの運命で落ちていた私たち、その問題を十字架で終えたということです。それでそこに騙されない、勝利の道に行きなさい、それがキリストのカリバリの契約です。それを契約を持って集中して祈っておれば神の国が望まれます。聖霊の力が表されます。カリバリの契約を握って集中すれば私たちのうちに神の国が望み、聖霊の働きが行われ、それが私たちの国に根おろし体質になれるようにしたら大丈夫です。それはその時ダダということが出ます。ダダキリスト、すべて完了したというカリバリの丘の契約を握って聖霊の働きを味わえば、私たちの無意識の中で、確認されるように少しだけ祈ったらダダが出て、それで唯一再創造の働きがついてきます。主を愛しますという告白が出られるようになります。その主を愛しますという告白が、それにとって3つの、ミッションをペトロに与えたのに、それが私の子羊を飼いなさいということです。主を愛する方法、それミッションの与えなさい私に。それで主がペテロに与えたそのミッション、子羊を飼いなさい。世の中は本当にサタンがこの世を握っているから、呪い災いの働きが続いてきます。その世の中で神様が準備した救おうと計画している人々がいます。それは伝道と宣教です。苦痛の現場で神様が用意している子羊があります。それを探すの、それで飼いなさいということ。今教会が祈っているのは237宣教のため、今日宣教の現場を置いて宣教の献金を捧げる時間を持ちます。こんな時間を持ちながら宣教の現場を心に含んで、
それは主の願いを私の心に含むというのと同じです。宣教師たちの各職訓練と花宣教大会とまた花宣教大会が終わったら中南米の7人ぐらいの宣教師たちが牧師たちさんたちがこの花教会で訓練を受けます。ただ献金を捧げて訓練するというそれじゃなく、ただそれじゃなく本当に神様が私たちに産業を許してくださいました。その宣教のため、それで私たちがそこに使わされる、人宣教師を助けるとき、その人宣教師の後ろには一国があります。多民族の弟子もいます。それでいろんな宣教師たちが入ります。それで小さいものでも一国を生かす重要な答えを私たちにくださいます。それで全世界に災いを塞ぐ重要な答えが私たちの献金を通って、それができなかったら先進国のすべての災いが私たちに来られます。だったら私たちの次世代が死にます。それを防ぐため私たちは伝道し宣教します。世の中が滅亡しているのに救われた神様の弟子たちが伝道しなかったら私たちも一生にその影響を受けます。それで宣教大会各宿訓練のため祈ってください。中心を持って献金してください。神様が祝福のその場所で使うため私たちに祝福を注げてくださいます。私たちが中南米の宣教をするのは神様が私たちに与えてくださった特権です。それでその宣教師たちが恵みを受けて帰って中南米を生かすんです。それで小さいものでも実になる、そんな献身を捧げてください。それのためみんなが祈ってください。ただし237国を生かすため、そんな祝福が回復されるため、伝道4月29日から30日は花教会を中心としてデグ教同会の伝道キャンプがあります。これは毎年キャンプがなさいましたけど、花教会、私の本教会で、あるのは17年ぶりで、ぶりに私の教会がベースキャンプになるなっておると言いました。本当にこの現場で光を映す、そんなキャンプになれるように集中して祈ってください。皆様の中に櫓が建てられ、その櫓を通って現場に伝えられるように、伝道の相手に伝えられるように、それで我が教会のすべてのシステムを通って神様がなさる御業を見る、そんな機会になれるように。以前には初めて花教会でキャンプがある時にはあった時には、仕事をしている方々し職場を休んで休暇を取ってキャンプに導かれた、そのぐらいにキャンプに集中したんです。その時にはそれでもうそんなぐらいにはなれなくても、もう休暇取れなくても心を含んで祈りに集中して、本当に各部ごとにキャンプのシステムに用意されるように、それで神様が現場で働く、そんな、それでそこに
神様が用意されている人々を探すことに集中しましょう。教会が準備しているのに伝道の相手を探し、聞くか聞かないか、それは神様に任せて私たちは伝えるんです。サギン洞のその隣の人々は全部聞かれ、人々には全部聞かれるように、それで相手のリストを出して祈って神様に導かれるように、子羊を飼いなさいという神様のお礼に従いましょう。教会の中には、教会に通っていっても大勢の場合、傷を持って生きている人々がおります。それでマタイ16章40節目にもそう言います。あなたの小さいものにしたのが私にやったと。それで生徒の中でも相変わらず傷の中にいる子羊がいるということです。癒されなければならないでしょう。本当に傷に癒されることが、ことを願っていると、3つのことに集中しなさい。朝一日を始める前に静かな時間を持ちなさい。力を得る時間、静かな時間、平安の中で神様に集中する、そんな時間を持ちなさい。また夜寝る前に一日を整理しながら答えを出し、それで資料を探し、資料を準備しながら世の中の時間を持つ。それによってお昼の出会いも知見にも見ましょう。朝の時間は力を得る時間、それで夜の時間は整理する時間、昼の時間はそれで出会いと人、その中の神様の国が望まれるようにすること。そうしなければ毎日毎日の出会いの中で傷を受け、心配し遠慮の中でストレスを受け、その中に生きるべきです。でもそうじゃなくて、毎日その力を得る時間を持ったら、すべてのことが祈りに交わされます。その中で隠れた答えを探します。それが3つの答えです。それが続けられると個人化されます。個人化されるほど私の性格も、怒るのも憂鬱なのも癒されます。矢倉が立てるんですから、本当に癒されます。それで教会の人々も癒される子羊が大勢です。矢倉を交わす最後です。行って子羊を飼いなさい。まだ完成されていない未来を用意するレムラントたちがその中にいます。レムラントたちは答えがない、落胆する必要がないんです。時間表がそんな時間表じゃない、ないんです。まだ完成されていないんです。未来を準備しているでしょ。だからその完成されていない未来を生かすため、次世代のため、金土日の時代を持っています。祈りの中で重要なタラントを発見させるように、祈りの時間、金土日の時間を通って、完成されていない未来ですけど、今準備する最高の祝福な時間になれるように祈ってください。まとめます。復活したイエス・キリストが
今もキリストの愛と力で私たちを癒し、私たちを通って世の中を生かすことを願っています。主が私たちに復活して初めて弟子たちに尋ねてきて、あなたが私を愛しますかと質問しました。その中には癒しの契約があります。私を愛しますか、癒しの契約、私を癒して、癒された私を通って世の中を癒す、祝福します。一緒に賛美しながら祈りましょう。賛美は主イエスキリストをもっと愛します。祈りのタイトルを見ましょう。復活の契約の中にいる伝道弟子の祈りです。1番目、キリストが自分の命まで出して諦めなかった愛を毎日確認してください。2番目、どんな絶望の時間でも御言葉を握る信仰が回復され、キリストの力を味わえるようにしてください。3番目、私の子羊、広大癒し伝道、子羊を飼いなさいという主のミッションに決断できるようにしてください。